火曜日のコメンテーターは、双日総合研究所、エコノミストの吉崎達彦さんです。受け身の日本経済という話題の前に、あそこが求人してますよってニュース。<laughs> 産経新聞国際面からです。イギリス秘密情報部 MI6 が、求人広告のテレビコマーシャルを流すキャンペーンを始めました。テレビでの求人は、1909年の創設以来、初めてのことです。 殺人ライセンスを持つなどとされる組織の強面イメージを変え。幅広い人材を雇用する狙いということです。はいや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 、いやちょっとあの、ちゃんとホームページにも出てんですよね。はい、えっと、正式名称は s. I. S. シークレットインテリジェンスサービス。はい。括弧して m. I. six とあるんですが。はい、ええー、まあ、そこでちゃんと、あの。 どんな人を求めているかとかですね、それからセキュリティクリアランスはどうなってるかとかですね、いろいろ書いてあるんですが、結構画期的な話ですよね。これどうなんですか今、ラジオ聞いていらっしゃる方、え、m i 6ああ、受ける、受ける、受けてみたいって方、あの、まず、あ、これ、イギリス人でないと。ダメダメ。イギリス国籍を持ってないとダメなんだそうですね。あの、あるいは、ご両親のどちらかが英国人かってないと、ちょっとまず、まずそこのところでほとんどの人が、 跳ねらっちゃうと思うんですが。<laughs> 今ラジオ聞いてらっしゃる、<laughs> まあ日本国籍の方はね。いや、ただね、考えてみたら、これ情報機関っていうのは。あの、まあ。九十五パーセント以上の方は。普通の、えー。 あの、公務員ですからね。うん、ええー、まあ、あの、もう、あまり非合法な活動なんて、それこそあの、007シリーズに出てくるような、ジェームズ・ボンドのような仕事はまず、ええー、ないし、うん、えー、こういう形で就職したとしても、そういう方面に回してもらえる確率はかなり低い。うん、ってか、ま、ゼロでしょうね。 まあかなり、まあ今の IT の時代ですから、そういうようなセキュリティの問題とか、まあ情報収集にしても、まあ合法的に、かなり基礎的なところから始める。うんうん、でも900人、え、900人だっけ募集人数,、ね人数ね、結構な人数ですよね。ね女性と、それからアジア系のスタッフをこ、うこうまあアジア系のイギリス人を求めてるっていうことなんで、まあ 結婚か何かでね、イギリスに渡られた方が、ジャイ MI6 入っちゃおうたいかと思うん、元日本国籍の方もいらっしゃるかもしれない。やっぱダイバーシティってことを、まあ、今、世界的な、あの、潮流ですけれども、考えてるんでしょうね。なんでしょうね。まあ、ちなみにあの、007、007シリーズを原作者のイアン・フレミングさんは、MI6 の元諜報員なんですね。ご自分の経験をもとに、 脚色っていうか、<laughs> どんどん膨らましたのがジェームズボンドであるということです、ね。最近のゼロゼロセブンシリーズって、そのね、あのジェームズボンドがもう時代は変わって、折れついていけないな。 っっててていうことになってきてだんだんあの国会議員がね、あのもうあのあ、こんな活動をいつまでも認めさせといてはいかんと、うん、もういかにもこの世の中がどんどん変わってきて、うん、あもう俺の出番じゃないんだよなって、<laughs> あのジェームズ・ボンドが思うっていうね、<laughs> そ,それが一つの,あのモチーフになってて、<laughs> もう、これでこういうね、あの花の、えー、1、8世代みたいなのが入って <laughs> どっと入ってくると、もうますます俺、居場所ねえなってことになるのかもしれないですよね。なる けどねまあ、イギリス国籍をお持ちの方が今、ラジオ聞いてらっしゃったら、MI6、さあ、き、えー、今日の本題に参りましょう、はい、受け身の日本経済受け身の話のその前に、ね。昨日たまたまあの上海のあ経済シンクタンクの人が、はい、あの総日総研に来られて、いろいろ意見交換に来られたんですけど、はいまあ、最近の中国、まあまあまあ,あの、やっぱり日中で話するという面白いこといっぱいあるんですけど けど一番びっくりした話はですね、えー、李克強首相がこの間日本来ましたよね、はい、5月9日、10日だったかな、でその後、えー、今、中国で流行っているのがですね恐るべき隣国論とい <laughs> 中国でというのはね、えー、沈黙を選んだ日本。 うんうん、日本という国はね、実は恐ろしい国なんだ、うん、という話が、ここ2週間ぐらい、なんかすごい流行ってんですって。あの李克強首相が、えー、まあ日中間の首脳協議で、えーえー、首脳会談で日本にいらっしゃって、えー、非常にニコニコしながら、えー、北海道なんかに行って、お戻りになったんだけど。えーえー でね最近のその中国の流行りの議論は、日本ってのはもう没落していく国で、うん、もうあんなものほっときゃいいと思ってたんだけど、うん、でも気が付いてみたら、結構すごい技術も持ってるし、海外資産も豊富だし、実は恐るべき国でね、うん、ただじっと黙っているだけで、うんえー、恐るべき隣国なんだというね、そういう話があの今、急に出てきてるんですって。 いや別に黙ってるっていうか、<laughs> その、なんかしようと思うんだけど、ど、タイミングがわからないっていうようなところもあるんじゃないですかね。いやいやもうだからね、もう買いかぶりもいいところなんですけども、あの、ま、ま、でもいろいろ言うわけですよ。いやだって炭素繊維だって、えー、今ほとんど日本製だし、えー、原子炉の圧力容器だって、えー、日本でないとできねえんだろう うん、いや、それは部分的には正しいけど、うん、じゃあ教えるけどさ、原子炉の圧力容器作ってるの、北海道の室蘭市の日本製鋼所だよと。うん、私見に行ったことあるけど、うん、確かにあれはすごい技術なんだと。うん、すごい技術なんだけど、じゃあ日本製鋼所って儲かってる会社かと。うん、全然そんなことない。うん つい教えちゃったんですけど、時価総額は2400億円しかないんだ。うん。改造改、改造よ <laughs> いや、もうもちろんその時は、ね、あの、日本政府が必死こいて止めるけどさ、<laughs> あの、まあ、まあでも、社長そんな大したことないのよって、うん、やっぱつい本当のことを言っちゃうわけなんですけど、あの、でもね、結構ねや、やっぱ日中ってお互いにね、過大、うん、評価したり、過小評価したり、うん、ど,どうもそういうのが多い ですな、うんうん。まあそういうのも一つちょっと,っと。中国も一時期眠れる志士ってずっと言われ続けましたもんね。そうなんですよね。で、で、我々もね、やっぱ中国のことを見るときにね、あの、中国崩壊論みたいなことをすぐ言っちゃう人もいるし、うん、えー、いやもうこのままね、アメリカを抜いて世界最強の国になっちゃうから、うん、えー、どうするんだみたいなことを言う人もいるんですが、あの、なかなかね、等身大の姿をお互い見るっていうのは結構難しいなと、と、うんえー、いうことをちょっと感じる。 ところですね でそこで、我が日本の経済なんですが、うん、はい、はいはいで。で、今朝もですね、今朝あの4月の雇用統計っていうのが発表になってまして、えっ、ー、と、失業率が2.5%、有効求人倍率1.59倍。これはあの両方とも3月と変わらずというのが、うん、総務省と労厚労省から出てます。はい、で、この間に実はあのすごいことが起きていて、なんか前にもこの番組でお話ししたかと思うんですが、今日本における就業者数、働いている人 人の数はどんどん増えているんで、うん、過去のピークを更新していると。えー、と人口減少が続いているにもかかわらず、働いてる人の数はどんどん増えている。うん、特にね、この一二三月、この三ヶ月間がすごい増えたんです。え、なんでですか。あの、まあやっぱ景気がいいから、雇用情勢が良くて、百四十、三ヶ月で百四十一万人。 増えたんですね、うんえー、全体で6620万人とかですから、うん、140万っていうと、まあ、2%増 2>、うんえー、結構すごい量が増えてるんですもちろん、あ<の>正規、非正規、これ、問わずに全部,全部で,で,、ねでえー、ちなみに140万の内訳見たら、ですね男49万、女92万。じゃ女性はやっぱりね、今、女性なんですよ、うん、女性の就労機会がどんどん広がっていて、うんえー、就業者数、すごい増えてるんですね。 でそうすると、まあ、要するに、お給料もらってる人が百あの140万人増えるわけですから、うん、当然これ消費がプラスのはずですよね。で、これまたですね、あの、えっ、ー、と、内閣府がいろいろ調べてるんですが、えー、名目総雇用者所得っていうのがあって、えー、つまり、あの、働いてる人がどれだけ増えて、お給料、 とまあ、あの働く人の増え方とお給料の増え方を足したら、どのくらい、えーまあ、働いてる人の所得が増えてるかっていう、うんまあ、データがあって、これ、割とずっと内閣府がこだわってる数値なんですが、うんえー、これがなんとね、1、3月期は3.5%増。あ3.5%結構増えます、ねえーえー。つまりあの、働く人も2%増えたし、うん、お給料も、まあ、そこそこ上がってるから、うん、トータルで3.5%増、うん、これは21年ぶりの増え方なんです。 にもかかわらず、うん、えー、この間発表された1、3月期の GDP はマイナス成長。うん、どういうことですかで、で、しかもね、そのこういうあ、えーと、個人所得のところを見ると、本当にきっかりゼロ。は<ー>ゼロ成長、前期比で。えー、伸びもないけど、マイナスもないという。うん、だからね、これもう、ほとんど謎。つまり、所得は3.5%増えたはずなんですが、うん、えー、多分、皆さん、将来不安だとか、なんとかで、 使ってない、ね、消費に回せない。ってない。いや、まあ、それであの、えっ、ー、と、今月出た月齢経済報告の中で内閣府が何て言ってるかっていうと、やっぱり天候不順とかね、野菜の値上がりとかね、割としょぼい理由を挙げて。それでも野菜を買いましたよね。何て野菜、買わないわけにいかないじゃないですか。食べないわけにいかない。うん、で、だから、あの、一体なんでこんなに。うん いろいろな謎なんですね、一、うん、つまあ考えられるのは、物価がすごく上がって、可処、うんえー、分所得はそれほど上がってなかったという、まあ、仮説も考えられるんですが、うん、これもあの消費者物価を見ると、そんなに上がってないんですよね、うん、今年の1、3月、いろいろ探したあげ一つ発見したのがです、ね、今、ツイッター上でこんなハッシュタグがあるんですが、うんえー、食いもんみんな小さくなってませんか、日本。おー これね、でしょ感じるでしょ主婦として。あの、食い物ね、サイズが小さくなってる。サイズダウン。で、値段、お値段そのまま。だから実質値上げ。僕は最近ショックだったのはですね、コンビニで美味しい牛乳ってありますよね。パックのやつでしょパックの口が当然変わったんです。前は紙で開けたんだとか、それがプラスチックの蓋になったんです。 あんまプラスチックこれ良くねえよなと思って、うん、まあでもあの単に、えー、親切で変えたのかと思ったら、うん、900ミリリットルになってた。前は前は1リットルですよ。100ミリリットルちっちゃくなってた、うん、そう。10%減なんですよ。うん、でもあれちょっと、あの問題ですよね。だって、あの、例えばケーキ屋さんとかでね、うん、ワンパックでバッと入れて、 前と同じ1リットルのつもりだったら、足りないかもしれないですよ。何も計算せずに。いや、まあまあ、さすがにプロはそうはしないと思うんですけど、でも、あの、さりげなくね、10%減だったと。サイズダウンしてるんだ。そう。でね、言われてみると、いろいろで、その、まあ、ハッシュタグ、食いもみんな小さくなってませんか、日本をたどねていくとですね、コンビニおにぎりだとかね。あとね、うまい棒。え、うまい棒もあの、1本10円。はい。 やっぱさすがに今の世の中1分10円でお菓子作ってことをすると、やっぱちょっと小さくなってるとかね。うんえー、カントリーマーム。うん、これもね、えー、昔うちの子がちっちゃい頃よく買ってたやつなんですけど、うん、それも小さくなってるとかね。ビスケット実は、なかなかほら値上げってしにくくて、 で,で、ただ今外食は結構平気で値上げしますよね。はい、もう人件費が上がっちゃってるんで、うん、もうあの吉野家でも何でも、え、上がってるし、えー、私はこの日曜日にどうしてもあのモスバーガーの、なんだっけ、えー、欲張り天丼じゃ、なんだっけ、あの、知らない。<laughs> 知らないですか、あの、ライスバーガーにあの、うん、天ぷらの挟まったやつが、どうしても食べたかっ、うん、た。かったんだ。どうしても食べたかった。<laughs> 美味しいんだ。そう、いや、うまかったんですね。<laughs> あ,あれひどいですね。あの、サイドメニューつけると9百数十円ですね。高いね。<laughs> そうそういや、まあ、まモスバーガーでそんな文句言っちゃいけないって分かってんだけど。うんうん <laughs> あの、やっぱ外食はね、うん、あの、今、なんか割と普通に値上げをするようになってて、うん、で、ただ、あの、スーパー、コンビニで売ってる食品ってなかなかこの、ちょっと値上げするとすぐお客が散っちゃうんで、うん、えどうも、そういうなんかかなりあの、えー、辛い努力をしていて、うん、<laughs> で、なんかこれあの、クローズアップ現代でもこれ、最近取り上げたらしいんですが、うん、あの、相当爪に火を灯すような努力をしている。はあ、なんか前聞いたのはね、うんうん、10%減量とか10%増量で、増量はわかんなって、減量は意外と気づかないんですよ。はぁ、あ。 いやそうでなくても、今、うん、ほら、高齢化で、あ,のあるいはカロ,ロイエリーを気にするんで<え>、まあ、ちょっとずつ量を減らすというところに合理性がないわけじゃないんだろうけれども、うん、多分目的としてるところは実質値上げですよね。まあそうですってなことで、ですねこの受け身の日本経済、なかなかこの消費が伸びないと、うんうん、じゃあ結局何かっていうとね、日本経済、どこに期待するかっていうと、外需頼み。 はいはいはい。輸出と。 インバウンドですよね。うん、だから本当今本当景気のいい話っていうのはその外従ばっかりになっちゃうんです。うん、で、えー、ちょっとエコノミスト的に言いますと、あの、えー、この1、3月期がマイナス成長になったっていうのはこれ休四半期ぶりなんです。はい。ってことは16年、2016年と17年は全部プラスだったんです。うん、でとっても久しぶりにマイナスになったんで、うん、そうすると足元のこの今の4、6月期がどうか ってのがすごく気になる。4月、5月、6月ですね。はい、でそうするとね、もう、これ、あの、何を見りゃいいかっていうと、えー、あさっての朝になると、4月のあの、鉱工,工業生産ってのが出るんで、うん、まあやっぱり日本経済ってものづくりが、あの、メインなんで、一三、うん、ちょっと振るわなかったものづくりが4月に上がってるかどうか、うんまあ、みんなそこばっかり見てるわけなんですけど、うん、それもね、結局輸出を見るしかない。 はあ、で4月の輸出っていうのは、先週、あの財務省が発表してて、うん、でそれ見たら結構良かったんです、うんえー、前期比で、えー、と7%ぐらいあの輸出が伸びてるので、うん、じゃあもう,もう,もうこれ、心配いらないと。うん、ってことは、あの必ずあさってになれば高めの鉱工業生産が出るから、うんえー、4、5、6も、えー、輸出主導で、また、えー、GDP プラスだと。うん まあこういう予想を、あの、まあ、我々するわけなんですが、うん、なんて、あの、受け身なんだろうと、うん <laughs> うん。まあ、要はね、海外経済が今年は年初からいいいいと言ってたんだけど、1、3月はそれほどでもなかったねと。うん、まあ,あの、ちょっとヨーロッパもいろいろ混乱があるし、ええー、なんか今一つだったけど、4、うん、5、6はまあ、えー、あの、外がいいから、 なんとかなるよねっていう、まあ、そういう話をしとるんですんで消費が伸びないのは気持ちわかりますよね。うん、あのどうしてもこれが欲しいっていうものがどん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 減っていく中で、憧れのものもなくなってきて、十分これで暮らせるよねっていう、無理しなければってなってきてるし、で、に、ね、海外からいらっしゃって、なんでこんなものが売れるのっていうものも売れてるし、<laughs> その売れ筋も読めなくなっちゃってるし。うん そうそう。あとね、あの、我々が求めている公用、うん、な、何かこう、あの、こういうものが欲しいというものが、うん、だんだんこのね、お金を支払わないものになっていっちゃってるっていうのもあるんですよね。テレビの CM にもそんなのありますね。<笑><笑> <laughs> あの、まあ、要は気がついたら YouTube 見ながら、2時間か3時間経っちゃった。うん、この間何も、あの、えっ、ー、と、お金使ってない。うん で、YouTube で昔のそのドラマとか歌とか聞、聞いてたりすると結構楽しかったりするわけですよね。うん、じゃあ、じゃあこれって、でも経済活動的には無価値っていう風にはい、はい、判定される。うん、あの GDP にカウントされない。うん、ええー、まあそういうことで、<laughs> ええー、いいのかと、うんで。まあまあ、だからこれどっかでちょっとその今の経済のカウントの仕方がおかしい。 いや、カウントそのものはね。うん。あの、でもそ、それが、あのか、無価値だと言われると、ちょっと、なんか、あの、ね、ムカつくところがあるんで、いや、そうじゃないんだと。これを、この YouTube 見ながら過ごした2、3時間っていうのは、まあ、自分はなんか心の平和みたいなものを得てるんで、んそれはなんかあるんだ、と思いたいんだけども、う,ん,うん。ただ、一方でこの、何かこのヒット商品を、 作っててて一発当ててやろうとかね、うんえー、そういう気持ちもちょっと薄れてきてるのかなって感じはありますよね。ですよね。うちの母が今89歳で、えーまあ、いわゆるその住宅型老人ホームって、うん、今日入居するんですけども、知らなかったのは、うん、一緒に飲んでる飲み仲間が、 土地を結構持っていて、親の代がね、うん。うん、で、今度、その自分たちが相続するんだけど、どうするんだって言って、やっぱり、今までだったら、マンションとかアパートだったのが、今、これからは高齢者の皆さんがお入りでになるような施設をどんどん作っていくんだっていう。ところが、あの、えっと、例えばの話、あの、タバコの自販機と同じで、一軒建てたら、 半径何百メートル以内には同じような施設は建てられないとかっていうのがあるんですって。はいはい。ただ確実にお金は入るらしいんですよ。その彼によると。だけどこれから高齢者の数がどんどん増えていくってことになってくるとそういうルールも今まで300メートルだったのが200メートルになって100メートルになって。でも気がついたら周りがそういう施設だ。 だらけになっちゃう可能性もあるんだけど、うん、そういうところでビジネスチャンスをこう、うん、見ている会社というのも、うん、いろいろネットを見てみるとありますね。ああそうですか、はいああ。じゃあちょっとそこの、あの、やっぱり、えー、アニマルスピリッツは、まあ、どっかにあるんですね。<laughs> まだあるんでしょうね。まだあるんですね、えー。ただこれをなかなかね、気がつかない。普通に、いつも通りのところを探してると。 ちょっとね、じゃあ、受け身でない日本経済をちょっと探さないといかんですね。うん、もうこうなっちゃうのは分かってるんだから、うんうん、その時に正規を見出すっていうことで狙ってるところは結構あるんでしょうが、うんうん、これもさあの早もん勝ちみたいなところもね。そう,そう,そうねえ。なんだ中国から恐るべき日本経済とか言われなきゃいけないんだろうと思いながら、まあでもきっとそういうところも少しは。 あるんですよ、ね。すかね、この国の中に。うん、でも、海外ぶれですよね。火曜日の深読みジャパンコメンテーターは、掃除総合研究所エコノミスト、吉崎達彦さんでした。来週もよろしくお願いいたします、はい。ありがとうございます。